出席議員半数以上であります。これより平成二十六年第四回長崎市議会定例会を開会いたします。議事日程の前に、市長から新任紹介がございます。市長。おはようございます。え、去る七月十九日付で選任いたしました。 公平委員会委員一名を紹介させていただきたいと存じます <laughs> 公平委員会委員戸田久津でございます 以上で信任紹介を終わらせていただきますこれより議事日程第1号により本日の会議を開きます日程1会期決定についてを議題といたしますお諮かりいたします今定例会の会期は本日から10月1日までの 二十二日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、今定例会の会期は二十二日間と決定いたしました。なお、会期中の日程につきましては。お手元に配布いたしております。日程案の通り、ご了承をお願いいたします。次に。 日程に、議決後の議員派遣にかかる変更事項等報告についてを議題といたします。本件は本年6月25日の会議において議決した議員派遣について変更等がありましたので、報告しようとするものであります。その内容はお手元に配布いたしております報告のとおり、 ででありまますすのでご了承をお願いいたします次に、日程3、第94号議案、長崎市特定教育、保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する技術を定める条例から、日程23、第117号議案、工事の請負い契約の締結について、 まで、以上、二十一件を一括議題といたします。市長の説明を求めます。市長。市長平成二十六年第四回市議会定例会を招集いたしましたところ。議員の皆様には。 ご出席を賜り厚く御礼申し上げます議案の概要の説明に入ります前に議員の皆様もご承知のとおり8月19日からの豪雨により広島市浅南区浅北区において大規模な土砂災害が発生し大きな被害をもたらしました改めてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますまたご遺族の皆様被災された皆様には 心からお悔やみ踏み前を申し上げます1日も早い復旧を記念するとともに広島市からの要請がありましたら様々な支援をしていきたいと考えておりますそれでは開会にあたり提出いたしました議案の概要をご説明申し上げますとともに前回の定例会以降主な姿勢の動きなどにつきましてご報告を申し上げますまず世界遺産登録の取り組みについてですが7月10日に 国の文化審議会世界文化遺産無形文化遺産部会が開催され長崎の教会群とキリスト教関連遺産を平成26年度の世界文化遺産推薦候補として選定することが了承されました今後は世界遺産条約関係省庁連絡会議を経て9月末までにユネスコ世界遺産センターへ推薦書暫定版を提出することとなります 引き続き、協会軍の平成28年の登録に向けて、しっかり取り組んでいくとと,ともに、産業革命遺産についても、平成27年の世界遺産登録を目指し、さらに努力していきたいと考えております。次に、被爆69周年、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典についてですが、台風11号の影響もありましたが、市議会をはじめとする関係各位や市民の皆様のご協力により、 滞りなく実施できましたことにこの場をお借りして心から御礼を申し上げます今年の平和記念式典には安倍内閣総理大臣などの政府・国会関係者に参列いただくとともに、キャロライン・ケネディ米国特命全権大使をはじめ、過去最高となる49カ国の駐日大使等にもご参列いただきました。さらに、デルノア通り看板除幕式に出席いただいたパトリシア・ゴッサイにもご参列いただいたところです。 また全国から寄贈された折り鶴の再生紙を使用する取り組みとして平和宣言や現状議長の式辞などに初めて採用いたしました今年の平和宣言は昨年に引き続き核兵器の非人道性に主眼を置きながら核兵器保有国とその傘の下にいる国々に向けて核兵器の法的禁止を求める国々と協議の場をつくり 核兵器のののない世界の実現のための議論を前進させるよう訴えまましたまた日本政府に対し安全保障のあり方をめぐる議論を機に広がった平和への不安と懸念の声に真摯に耳を傾けるよう求めましたさらに長崎の若者の取り組みを紹介するとともに核兵器のない世界の実現に向けて市民社会などと連携し行動していく決意を示しました。平平和和記念式典以外の平和関連事業としましまては 新規事業として世界子ども平和会議プレ大会を開催し海外9カ国の青少年と長崎市の中学生が平和について交流や意見交換を行いました来年はさらに参加者を増やし世界子ども平和会議を開催いたします今後とも核兵器廃絶と恒久平和の実現に向けて力を尽くしてまいりたいと考えております次に第69回国民体育大会 長崎ガンンババラ国体についてでですが開催まま残りり日となりました10月12日から22日までの11日間長崎市ではテニスボート体操バスケットボールセーリングバドミントンライフル射撃ラグビーフットボールボウリング高等学校野球公式の10競技を開催いたします。 このほかにも県民の皆様が参加できるスポーツ行事としてけん玉、ビリヤード、お手玉を開催いたします。また、会期前開催競技として9月7日から水泳競技のシンクロナイズドスイミングを皮切りに本日は水球を開催しておりさらに9月12日から14日まで競泳も開催いたします。なお、水球では、本県少年男子が前回の長崎国体以来、 45年ぶりのりのの八入入を果たし今大会の県県賞第1号となるなるど長崎県税に勢いいつけててくれていますこれまで長崎市では長崎ガンバランバ国体の開催に向けてすべての人々の記憶に残る魅力ある大会となるように競技団体をはじめ関係団体と十分な連携を図るとともに全国からお越しいただく方々をおもてなしの心でお迎えするために学校自治会企業等 多くの市民の皆様からのご協力をいただきながら万全の準備を進めてまいりました。開催期間中はぜひ会場にお越しいただき、全国のトッププレイヤーの熱い戦いをご覧いただきますとともに選手の頑張りに温かいご支援をよろしくお願いいたします。また11月1日から3日まで長崎県では初めてとなる第14回全国障害者スポーツ大会長崎ガンバランバ大会が開催され、長崎市では水泳 フライングディスク、ボーリング、車椅子バスケットボール、バスケットボールのご競技を実施いたします長崎ガンバランバ国体と同様に会場に足を運んでいただき選手の素晴らしいプレーをご覧いただきますとともに心に残る大会となるようご支援をお願いいたしますそして両大会を通じて誰もがいつでもどこでもいつまでもスポーツに親しみスポーツの力で長崎が元気になるよう取り組んでいきたいと考えております それでは、ただいま上定されました議案21件につきまして提案理由をご説明いたします。まず、平成26年度9月補正予算にかかる議案をご説明いたします。第109号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第4号は、1点目に長崎の教会群とキリスト教関連遺産の世界遺産登録推進に向けて、外目地区の観光客の受け入れ体制を整備するための経費。2点目に、 野間崎診療所に併設する介護・福祉施設を運営する事業者に対して施設改修にかかる費用等を助成するための経費3点目に国の好循環実現のための経済対策に伴う頑張る地域交付金を活用し学校や消防など市民生活の安全安心や地域活性化の観点から必要な事業を行うための経費などを計上しております。第議案 平成26年度長崎市土地取得特別会計補正予算第1号は長崎駅西側の日本貨物鉄道株式会社 JR 貨物所有の土地を先行取得するための経費を計上しております今回の取得予定地につきましては JR 長崎駅に隣接し交流人口拡大や地域経済活性化を図るために非常に重要な用地であることから マイス施設を念頭に置いた交流拠点施設用地として活用するため先行取得を行おうとするものでございます第111号議案平成26年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第1号は施設内の給油,給油所解体撤去に要する経費を計上しております第112号議案平成26年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第1号は 国庫支出金金等可度分返還金を計上しております第113号議案平成26年度長崎市生活排水事業特別会計補正予算第1号は野間崎地区の特定地域生活排水事業にかかる経費を計上しております第114号議案平成26年度長崎市診療所事業特別会計補正予算第1号は野間崎診療所に介護福祉施設を併設することに伴い 診療所の内部改修等に要する内部改修等に要する経費を計上しております。以上が平成26年度9月補正予算に係る議案でございます。次に条例その他の議案についてご説明いたします。まず、条例議案をご説明いたします。第94号議案長崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例は？ 子ども子育て支援法の制定に伴い特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。第95号議案長崎市養保連携型認定こども園の学級の編成職員設備および運営に関する基準を定める条例は就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い 養保連携型認定定どもも園ののの学級の編成職員設備及び運営に関すするる基準を定めるものでございます第96号議案長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び第97号議案長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例は児童福祉法の一部改正に伴い 放課後児童健全育育成事事業業びび家庭的保育事業等のの設備及び運営に関すするる基準を定めるものでございます第98号議案長崎市消防庁及び消防署長の資格を定める条例は消防組織法の一部改正に伴い消防庁及び消防署長の資格を定めるものでございます第99号議案は長崎市個人情報保護条例においてマイナンバー法が施行されることから 関係法律等の規定に基づき長崎市個人情報保護審議会から特定個人情報ファイルの取扱いに係る意見聴取を行うものでございます第10号議案は長崎市手数料条例長崎市消費生活条例及び長崎市指定介護療養型医療施設の人員設備及び運営に関する基準を定める条例において関係法令の一部改正に伴い条文の整理をするものでございます 第101号議案は長崎市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例において関係省令の一部改正に伴い保育所の設備および運営にかかる基準を見直すものでございます。第102号議案は児童福祉法の一部改正に伴い条例において定めることとされていた保育所の入所基準にかかる規定が削除されたこと等により長崎市保育所における保育に関する条例を廃止するものでございます。 以上が条例議案でございます。次に、その他の議案についてご説明いたします。第103号議案、返地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、高島癒しの湯施設整備事業等の追加に伴い、高島返地に係る同計画を変更するものでございます。第104号議案及び第105号議案の和解については、民事訴訟法に基づき提起された、 土地明け渡し等請求事件についいて和解すするものでございます第106号議案、工事の請け負い契約の締結については、史跡・手島オランダ召喚後第3期建築物復元主体工事、括弧1の請け負い契約を締結するものでございます。第108号議案、町の名称の変更については、川内町の名称を変更するものでございます。第117号議案 工事の請負い契約の締結については、史跡出島オランダ償還後。第三期建築物復元主体工事括弧二の請負い契約を締結するものでございます。以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。これより質疑を行います。 四十番井原豊一議員。四十番井原です、えー。ただいま提案されました第百十号議案、平成二十六年度土地取得特別会計補正予算第一号について質疑を行いたいと思います。まず本議案はマイス施設の建設を予定して JR 長崎駅西側の JR 貨物所有の土地約2万1000平方メートルを68億円で買い取ろうとするものであります市長は議会の議決を得ないままに昨年10月 JR 貨物株式会社に公文書を持って土地売却を要請し本年3月 JR 側から26年度中の売却契約が不可能な場合には 27年度以降は新借料を支払ってほしいとの一方的な意向を是認し購入を急ごうとするものでありますさらに JR 所有の土地の汚染度調査を市の負担で行いその対策費も市負担を前提とし土地の適正な取引額から差し引くか否かの詳細な内容などを含めて仮の契約書が締結されているかどうか ささえ明らかにされてはおりませんしかも現段階で枚数施設に関しては市長の決意が示されただけであり建設の可否については可能性調査の過程で数回もの変更案を重ねて迷走し9月2日の環境経済委員会の自主的な調査において初めて整備運営事業実施方針案と業務要求推進書が示されまたまた 従前案の大幅な変更内容が説明されたにすぎません。この間、市長が先導して開かれた市内5箇所での説明会の結果にも見解は示されず、議案として議会での審議は全く行われていないばかりか、日程も未定であり、長崎県の協力さえ得られるめどもなく、もとより可決承認されていないのであります。まだ正式に目的が定まっていないこの時期に、 運営専門業者 PCO の提案をうのみにし、慎重な意見を聞かず、莫大な公費を投入して、土地購入議案を提出することは、審議すべき議案の議決を見ないままに議会権納を軽視するものであり、市長独断による横暴的行政指定というほかはありません。結果的には議会にその責任を転嫁するものであります。今議会でもし、購入予算に、 慎重姿勢が示されれるるとすすばどうなののか直近の事例に学ぶべきであります以上申し上げましたが、質疑の要点は、1つ、市民説明以下における意見に対する市の考え方、2つ、現時点における市議会姿勢は、マイス施設建設が承認されていない段階であることの認識について、3つ、マイス施設建設未定の状況下における予算 安提出の意図は何なのか 4.JR 貨物株式会社との土地売買仮契約書の有無とその法的な効力 5. 番契約未採の場合の賃貸借契約の有無について質疑を行い的確な回答を求めます当然のことながら適切な結論は所管委員会における厳格な審査に委ねたいと思います以上質疑いたします 宮原議員の質問にお答えいたしますまず1点目の市民説明会における意見の意見に対する考え方についてお答えいたします枚数事業を推進するにあたりましてはこれまでも市民の皆様に対して広く説明をすべきとのご指摘をいただいているところです今年7月には市内5カ所で市民説明会を開催したのをはじめ様々な機会を捉え枚数事業に関する説明会を開催し 説明会では様々なご質問ご意見をいただきました特にご質問ご意見の多かった施設運営におけます収支の状況や市の財政全体に与える影響などについて丁寧にご説明をさせていただいたところです説明会の状況質疑の内容などにつきましては当日参加できなかった方々に対しても知っていただくために長崎市のホームページ上に掲載をしております 今後ともさまざまな機会を通じて、市民の皆さんに対してご説明を行い、ご理解を深めていただくよう努力を続けたいと考えております。次に2点目の現時点における市議会の姿勢は、マイス施設建設が承認されていない段階であるとの認識につきましてお答えいたします。これままでにに事業に関しましては 国の先,先導的官民連携使用事業等の支援事業等の支援を受けながらその可能性を調査をしてまいりましたその上で平成26年度は埋数施設建設を判断する準備段階としてさらに検討の材料となる業務要求水準書案などを作成する予算の承認をいただいており引き続き検討を進めさせていただいている状況でございます現段階においては 枚数施設建設について議会の御承認を得ているものではないというふうに認識をしておりますご質問の3点目の枚数施設建設未定の状況下におきます予算案提出の意図につきましてはこの度今議会に提案しております補正予算としては枚数施設を念頭に置いた交流拠点施設用地として活用するため 土地取得特別会計におきまして先行取得を行うために必要な予算を提案をしておりますこの土地は JR 長崎駅に隣接し交流人口の拡大や地域経済活性化を図るために最もポテンシャルの高い非常に重要な用地でございます一方この土地につきましては土地区画整理事業の進捗に伴い平成27年7月から所有者であります JR 貨物に 使用収益権が発生することから今年度中に長崎市が購入せず引き続き交渉を希望する場合来年4月以降に賃借料の支払いが求められております長崎としては今年度中に購入手続きを完了するために今議会に必要な予算を提案をさせていただいておりますご質問の4点目5点目の JR 貨物との土地売買仮契約書の有無と 法的効力それと契約未採の場合の賃貸借契約書の有無についてお答えいたします JR 貨物所有の用地を購入するために今議会に土地取得の補正予算を提案をさせていただいており現時点では予算がございませんので当然のことながら土地の売買に係る仮契約書及び賃貸借契約書等は締結をしておりません JR 貨物との交渉につきましては 土地取得に関する予算議案、提案の前ではありますが、売買に対する相手方の意向等を確認することは重要でありますので、必要な準備行為として、これまで条件等の確認など、交渉を進めてまいりました。その一つとして、27年度以降に売買契約がずれ込む場合、賃貸、小さく量を支払うことを求められているということであり、契約ができない場合を想定した賃貸借契約書は存在しておりません。 以上でございます40番、原豊一議員土,土地の契約ができない場合は、賃貸借などという、現代未聞というふうに思いますが、そういう形で前のめりなです、ね、議,会無視をし議会を無視した先行契約をしていこうと、購入う、議案を出されておりますが、えーまあ、運営専門業者の PCO というのは当然ながらですね、 えー、事故目的がありますから、推進するということで、この前も説明聞きましたけれども、この長崎への進出に慎重な PCO もあるわけでして、そういうところの意見こそ、ですね私は求めてみるべきじゃないかなというふうに思います、この点については、委員会審議に委ねますが、ぜひ一つ、慎重に進めていただきたいということをお願いまして、質疑を終わりたいと思います質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております21件につきましてはお手元に配布いたしております議案審査付託表に記載のとおり日程17第109号議案平成26年度長崎市一般会計補正予算第4号は所管の各常任委員会に分割付託し残る20件につきましては 同付託票に記載のとおりそれぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は9月16日午前10時から開き、市政一般質問を行います。本日はこれをもって散会いたします。